試合前にね、みんな会場設営してるときに突然、長野さんの曲ね、長野さんの曲が、長野さんの曲が突然流れてるんで、そしたら捕まえろーっつって私をみんなでこうやって追っかけてるんですよ。口ついちゃって泥だらけになってレイプされた人みたいになってその日はね、もうブラジャーも取られそうになったんですよ。これは本当にまずいぞ、今日はと思ってミッキー無事ロックロールチャンネルレミリーうー結局なんかたまになんかほら、うん、当時提携してた道のプロレスとの巡業にあの俺らで行った時だったじゃん。だからあの時行ったのが俺とモンゴルとあと中山香織、はいはい、あと誰がいたっけ。いやーいな、そんな感じで3人で、たまに中あらいや、そうです、3人ですか。まあまあ長いね、巡業で、はい、あれはね、結構長いツアーをね、はいはい、本当に一緒にね、道の子のツアー回ったんだけど、道の子でも偉いことが起こり出してきて、あ、当時あのエルナム竜王のあの、曲がかかったらNWO 道の子で、あのね、あの、どっか野外だったんだよな野外とかで、で、野外で、あの、突然なんかあの、当時あの、パンチさんがね、パンチさんもいろいろグルになって、で、それで、なんか、試合前にね、みんな会場設営してるときに、みんながこうしているときに、突然、蝶野さんの曲で。蝶野さんの曲が突然流れてる。そしたら、捕まえろーっつって、私をみんなでこうやって追っかけてくるんですよ。で、なんか、あるときはブラジャー一番にされたり、で、あるときはその、あの、つぼさんがいて、バーミヤンスタンプ、あの、パンツといてバーミヤンスタンプですよ。顔面に押さえつけられて、うん、これも結構今だったらやばいですよね。やばい。で、うん、死んでしもいっぱいいるんですけど、死んでしもやっぱ上の話は絶対なんで、あ、すいませんすいませんって言いながら、私より後輩なんじゃないですか、その死んで、そうそうそう、すいません、すいませんって言いながら、うん、後輩たちが私をこう捕まえて引き渡すっていう、まあ、もっと上の人にそうそうそう、こうしなきゃ我々も生きていけないんだみたいな雰囲気で、そうで、それでな、あのつぼちゃんに捕まって、はい、もう本当にもう身ぐるみ剥がれるのがほんとブラジャー一枚かなんかで、でも野外の会場だからもうこっちはこっちで落ち着いちゃって泥だらけになってレイプされた人みたいになってその日はね、もう ブラジャーも取られそうになったんですよ。これは本当にまずいぞ今日はと思ってしっかり腰やめてよっつってさ、泥棒いっぱいついてて泥だらけになってブラジャー一枚でな、こうして本当によく考えたら、よくイライラしてたなと思って、思うとね、泣いて普通の中でもうやめますってなるところ、普通だったらもうとっくにやめてるよなそう、行き着く前にね、やめてますよね。ブラジャーといえば思い出したことは、あの、はやぶさがあの、あ、 T シャツ着たまんま、あの、ブラジャーをこう剥ぎ取る、あれ、うまかったよね。うまいんですけど、うん、何気に、そのブラジャー取って、乳首つまむんですよ。いてててててやめて痛いっす痛いっすってギューっつって、乳首とか言ってギューっつって、はやぶさあいつうまかったよな、こうやって T シャツ着たまんまに、でもブラジャーのこのうちのホック外して、で、こっからこうやってピューって引き抜いて、なんか、そうですね、こっちからあれして、で、スルってのなんか手印みたいな感じ。あの、本当に多分 T シャツの上から、そうそうそう。ホック外せるんですよ。あれうまかったよな、あいつら。いつ使うんだ、そんな技みたいな。披露できないじゃないですか、一般には。T シャツを脱がせず、ブラジャーだけを引き抜くっていうね、あいつうまかったんだよ、そういうね。なんか、いろんな。そこ絶賛されても。絶賛されても。そんなね、時に一緒に行った、ね、この、中山香織のね、はいはい、存在っていうのが、ただ、あの、例えば、モンゴルにとっては、どんな存在だった、はいはい、あの、入って、うん、そう、石倉さんと同じ部屋とかで、うん、その石倉さんと親しくさせてもらったというか、うん、やっぱりずっと同じ部屋で住んでたから、うん、石倉さんで、まあ、中山さんはまあ、違う部屋だったんで、あれだったんですけど、うん、まあ、その後、結果、あの、石倉さんもいなくなられたじゃないですか、うん、その中中山さんと自分ぐらいしか、そうなんでね、なんか最終的になんか女子の合宿所は2人しかいなくなっちゃったみたいな、はあ、で、なんかそれからなんか中山さんとはもう、まあ、先輩ですけど、うん、あ、中山先輩になるんだ、1個あ、そうか、はい、上でもうずっと一緒なんで、うん、なんか不思議な、で、中山さんの年が下、ああ、プロですからね、そういうあれからね、はい、年下でもね、はい、こう先輩はやっぱりさん付けで、なんかすごい、なんかお姉さんでもないし、うん、まあ、先輩なんですけど、うん、ずっと一緒にいて、うん、あの、くだらないことベロッコ言ったりとかして、うん、で、たまに今でも会うとやっぱなんかちょっとやっぱもう中山さんすごいのが、うん、ズバッとこう、もう
業界から聞くというか。ああ、うん、そうだね、いつやってたかよく覚えてない、ね、もうそのまんまで、まあ、今お子さんいらっしゃってあれなんですけど、うん、なんかそういうズバッと線引いて、うん、ズバッと去るっていうのがなんかすごいなって、うん、こうちょっとでもやっぱね、ああいうアイドルでちょっとね、こうなったじゃないですか、バ、うん、ーッとされたのに、うん、そういうのズバッと切って、そうだよね、別の世界で本当に普通に頑張ってらっしゃるんで、うん、そういうとこすごいなと思って、たまにやって研究を、ね、中山はね、あのお父さんがね、あの地方のプロモーターやられてて、はい、中山企画ってね、だけどやっぱなんかそこに頼ってないっていうか、うん、そう、あとお母さんも女子レスラーだったんだよね、はい、だからサラブレッドっちゃサラブレッドなんですよ。サラブレッドなんですよ。でもなんかそういう感じ出してこないじゃないですか。うん、すごい我慢強いし。あ、そうだよね。もう本当、なんか芯が強かったっていう。芯が強かった、本当に。あれは覚えてる。すごいよね。だから、まあそんなこんなのね、あの、いろんな FMW とかね、もうすごい生活を。生活の生活、うん。生活をしてたんだけど。これ、ライフ突然辞めたんだっけ？女子いなくなったじゃないですか、プロがいなくなられて。で、女子がいなくなった、中山ヒールしかいなくなっちゃったんですよ。あー、ヒール、土屋さん、前野さん、あの、猛毒隊しかいなくなって、試合が組めなくなった。あで、その時に、海外遠征、当時、あの、じゃあもうそのタイミングで、プエルトリコ、あの、ビクター・キニョレスだった。そうだよね、あの、ビクター・キニョレス。キニョレスの、プエルトリコに行こうっつって。うん、で行ったんですよね。それはでもすごい決心がいることだよね。あのやっぱバカだったんですよ、いい意味で麻痺してたし。それはね、でも俺バカだ、とにかくプロレスしたいと思えば本当にどこ行ってもいいって言われるから、それ、あの怖さとか何もないんですよね。わかるわかる、うん、それしか考えてないから、うん、よく行ったねってみんなに言われるけど、うん、そんな言われるほどすごいことしてないんですよ。そう、だから俺があのカナダ行った時もやっぱそうなんだよ、うん、ただ行こうと思って行っただけだから、うんうん、で、もう全部そういう危ないことをしてたけど、うん、結果、あの、ちょっとしたスラム街とかわかんないから言っちゃうじゃないですか。ニューヨークとかとか、なんか、カバイターなんかよくね、パンって聞いたんですよ。で、それ、私、パンクの音だと思ってたんですよ、車の。そしたら、銃声だった。おー。どこで撃ってるかわかんないですよ。それ音は結構聞こえたりとかして、あ、夜一人行っちゃダメだよ。あー。プエルトリコだよね。プエルトリコとか。うん、あのメキシコとかもそうなんですけど、あ、そうで、あ、メキシコも行ったんだ。メキシコも行ったんですよね、うん、すごいね、そのバイタリティというかその行動力。そうですね、まあ、うん、だから知らないから行けたっていうのもあったんですね、うん、怖いとか危ないとか、うん、今だったら本当危ない生きてたことに感謝だけど、うん、怖いって分かったら行かないと思うし、うん、まあ、そうですね、守るものとかないじゃないですか、ガンガンただ自分が行くっていう。一応まあビクターのそういったあのコネクションを使ってそのプエルトリコを行って、一回プエルトリコ行ったけど、プエルトリコそんな試合女子ないから、うん、まあ、メキシコ行けってプエルトリコからメキシコ行ってた日本からじゃない、プエルトリコ。ビクターはだからそのあれはあったんだよね、そういうコネクションはね、持ってたよね、ビクターはね。だけど世界中に持ってたからね、行けって言われて、なんかチケットだけ渡されて、うん、なんかこの人を訪ねていくみたいな。あじゃあ当時アプリとかもそれこそないじゃん。そうなんだよな、分かんないから聞くしかないじゃないですか、英語とか。でスペイン語私全く知らなかったんですよ。だけどやっぱ行けば若いし覚えるし、そうなんだよね、なんとなく、うん、なんとなく通じちゃうんで、うん、で車運転したりとか、うん、あの危ない知らない国でとか、うん、今怖くて絶対できないです。そうだよね、なんか事故だったらどうしようとか、そうだよ、思っちゃうから。で、そんな中で、はい、あのそのプエルトリコに行った時かな、はいはい、にあのプエルトリコで旗揚げというかあれした海援隊道場、はいはい、うん、あれね、まあね、多分第2期プエルトリコ遠征みたいな、私の中で、おそのプエルトリコとかメキシコとか、うん、帰ってきてちょっとフリーやって、うん、でその時にタカさんに、うん、あの俺 WWF 行ってるから、ね、あ、うん、WWE 行ってるから、うん、あとその間学校やろうと思ったら、その間先生見てくれって言って、うん、ああ、そう言われて、はい、その時はもうずっとプエルトリコで、もうその時は行ってないんですよ、うん、だけど、お前なら来れるだろうみたいな、そのビクターも、はいはい、要はビクターファミリーだから喜んでくるだろうみたいなで行ったんですよ、うん、そうだね、だから当時のね、海援隊道場は高道のくんがね、はい、あのプエルトリコで旗揚げして、旗揚げというかね、まあ道場という形で、はい、こう選手を募集して、でそれでみんなあの来たいやつはみんなプエルトリコに集まれみたいな感じで募集かけたら、はいはい、もうやっぱ何人か行って、何人か来て、
で、その中にいたのが、だから、その、今、あの、沖縄で頑張ってる、あの、ハイビスカスミーとかね。あと、マシモとかもそう。ミー、マシモとか、あの、まあ、浦野もいたし、ヒロキもそうだし、バイキン一期生の、で、あのあたりなんですよね、私は。3期ぐらいまでした。で、そうそう。それをみんな、コーチングコーチングっていうか、はい。みんなコーチと呼んでくる。ね。そうだよね。だから、マシモより全然先輩なんだよね。そうなんです。うちのマシモよりね。そうなんです、パス。そう。あのね、ちょっと、なんかね、大物オーラ出してる。言いますけどね、マシモ。この前だから、数年前、あの、試合が、あの、同会で、あの、まあ、ブルーフィールドの時に、あの、出た時に、私試合だった。私もいた。子供押し付けて、あの、面倒見させて試合が、マシモに、マシモ、あわあわしてて、かわいいかわいいから、あわあわしてて。でね、あの、その、まだ、まだ変えてた時かな、もう、それでも、まだなる前か、その時にね、俺のプロデュース工業で出てもらった時にもね、で、あの、ミスモンゴルと、で、あと、マシモンゴルっていう形で、マシモにこう、ペイントさせて、モンゴルで、モンゴルのこういうポーズもね、マシモにやらせたりとか、これ先輩だから、あの、全部やれって言って、マシモが全部。あ、ちょっと、あの、ペイントしてる時も、ちょっとはめ、あ、ちょっと汚くなっちゃったわ。え、本当ですか？すごいちょっとムッとするんですよ。何？分かんないこれぐらい。って。あれモモラがペイントしたの場所も。そうそう、できないから書いてあげたんです。目つぶってこうやって待ってた。今回あの場所も。あの場所が。おとなしく。おとなしく。ロマンチック。この前でもね、豊島も教えて。ああ、そうなんだ。豊島もいます。すごい。豊島もいたし。結構忘れちゃってた大石くんだったしね。ああ、そこそこ。あの辺りだったし。そうだよね。だからあのね、ハイビスカスピーなんかね、見ると、あの、いつもね、コーチコーチって呼んでるもんね。コーチ。そう、コーチって呼んでくれるのは、やっぱ、その、残党ですよね。残党。残党。残党。大変だよ。ペントリコ。ペントリコの残党。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。この後もだんだん面白い話が続きますんで、よろしければぜひチャンネル登録してお待ちください。じゃあ、そういうわけでまた会いましょう。ボーン。